今回は、ジョジョの奇妙な冒険で英語を学ぶし、を紹介します。超人気コミックのセリフで、英会話をクールに決める。第1部から第4部の中より厳選された、名シーンを英語で話そう。キャラクター別、名セリフなど、漫画を楽しみながら英語が頭に入る。画期的英語学習書世界的ロックギタリスト。 マーティフリードマン氏の監修でリアルな英語表現が学べます。引用されるセリフは第1部から第4部からで、セリフだけでなく対応する漫画のコマも合わせて引用している。引用元は JC10 巻といった具合にジャンプコミックスでの関数を表記しているのだが、 どうせならページ数も併記してくれた方が便利だったような基本的な文法事項についての解説もあるので高校レベルの英語の復習にもある程度役に立つ英訳文については安易に英語の定番フレーズに置き換えるのを極力避けまあそういう例もいくつかあるが。 独特の荒木武士をなるたけ忠実に英訳しようとする姿勢が感じられ好印象を抱いたちょっとした名言集にもなってるしその手の名言集にありがちなその名言についての弊社の価値観がむやみに反映されがちな解説がないのも個人的には嬉しい。これ1冊で英語が使えるようになるというわけでは無論ないが高校卒業。 直後レベル以上の英語力がある「徐々一部」「四部が大好き」といった条件を備えた英語学習者には強くおすすめしたい一品値段も手頃だし実際に英語を話す場面でそのまま使えるセリフはあまりないが単語やフレーズを一部入れ替えるだけでいろんな場面で応用できるセリフは割と多いそういう使い方をするための語彙力を身につけるには 当然ななががら別の教材が必要となるだろう。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。